ではちょっと払拭するように爽やかな曲を。これはあの小春日和インディアンサマー小春日和ウォークね、鍵盤ハーモニカを演奏したいと思います。インディアンサマーウォーク、はい、なんか口が乾いてきてですね、なんか口笛がちゃんと吹けなかったんですねまああのね、僕はあのボサノバの影響、ブラジルの音楽影響すごく大きくて、あの人たちは本当にあのなんていうんですかね、生活にあるものを全部音楽にしてしまうっていう、口笛なんかもねピアノと一緒にユニゾンでね、こうこういうね、こういう使い方すると宇宙的なシンセでも出されないような音をね平気でフッて出したりとかするのすごいなぁ思いますね。まあそのブラジルなんですけれども、もう一曲ねブラジルの、皆さんまあに捧げたいなと思って、でここ 2,3 日ですね、あのツイッターではない、インスタグラムの方でね、僕なんかブラジルの曲あのリクエストにあのグスターボが言って、さっきの話なんですけど、このこれを作ってくれたグスターボがクニさんこれ演奏してくださいって来たのでしたんですよ。そうするとまあすごいその時一回バッとこうアクセスが多かったね。それでそれからだいぶ経って一月ぐらいかな今、じゃあこの何日間で急にインスタのフォロワーが1000人以上増えたんですね。それで今ものすごい状態になってて、今もザーッと上がってるんですよ。でそれはその歌はあの歌ってる歌手の女性がね、なんかすごくセクシーな女性なんですけれども、彼女が僕を広めてくださってるみたいで、その歌がまたすごいいやらしい歌なんですでも僕分かってるんですよ。でもね真面目なブラジリアンが大概そうなんですよ、いつもそうなんですけど、お前何歌ってるか分かってんのか書いてくるんですね。私はもう百無承知、日本語だととても歌えない。それでそのすごいセクシャルな歌を私のはないね、普通の真面目にするでしょいつも演奏とかでも、それがもうね大声でねものすごいこと歌ってるって分かってるんです。それブラジリアン分かってるんですよ。これも作戦なんです。
これはセルジュ・ゲンズブールっていうね、フランスのね、僕の好きなね、人から学んだ作戦。こう、パブリックにそういうことをやるっていうのも、普段真面目な人間がやるっていう、それをやってみたかったんです。ということで、ブラジルの、サンバの曲を私が作った、希望のサンバという曲を演奏したいと思います。で、今日の、あのカラオケになっている音源は、すごく、まあ、僕があの手で打ち込んで、もう申請申請してるんですけれども、こちらのスタジオのオーナーであります、水谷さん、この間またデスクリムゾン水谷さんって呼んでたんだけど、ちょっとこれからは、エスカルゴ水谷さんと呼ばせてもらおうかなと思ってます。今前にいらっしゃるんですけど ね、水谷さんありがとうございます、はい、水谷さんがね、ものすごいね、素晴らしいサンバのね、サウンドを作ってくださったね。もう本物ちゃうかみたいな。だからちょっとみんなもあのアルバムの、十何曲目かな、もうびっくりすると思います。18曲目やったと思いますけれども、ちょっとそれは絶対買った人聞いてください。今日かけるのはまあちょっとテクノ的な状態のサンバですけれども、水谷さん何か一言ありますか？いや、ないんですか？謙虚な。まあこの曲はあの僕とブラジルの間の友情をね、あの歌った曲で、まあ末永く、歌い継がれてほしいなと思ってます。そのうちポルトガル語に直してたのかなと思ってるんですけど、そんな全然いやらしいエッチな内容じゃないです。もう人生こうあるべきだみたいな。ではやってみたいと思います。希望のサンバ。Oh,
ージエスペランサーオブリガードブラジリアン。はい、ということでね、希望のサンバ、まあまだまだちょっと世界は今やばい状態ですけれども、最後まで希望捨てないで、頑張って、私の場合はまあ音楽を続けることで少しでもなんか明るい気持ちになろうと、もう一緒になって戻らないでしょうかななんか思ってたら余計ね、もう体にも悪いし、どうせいつか死ぬんですから、死ぬ寸前までは楽しく生きようぜみんなイエイ。まあ楽観的と言われようが、気の持ちようで健康にもなります。病気になるのは心から、はいなんかもうだんだん切れてきましたけれども、はい、では私の代表曲であります、おしゃべりクッキングね、もう26年25年6年、すっごい長いことかかっててね、まあおかげさまで日本全国いろんなところ演奏に行ってもね、どんな人って言われたら、まあこれやってますって言ったら大体みんなマダムはご存知で、だからまあありがたかったんです。でまあ上沼さんにね、本当はこの曲歌ってもらおうと思って歌詞も書いてて、そのチャンスやったと思ってるんですけれども、ちょっとまああの方もやっぱり今いろいろ機嫌悪い時もあるんで私がちょっと歌ってみたりなんかしたんですよ。なので今回のタイトルは、まあ、おしゃべりクッキングですけど、もともとが元町ちゃちゃっていうね、神戸の元町のことを、ちょっと作った曲だったので、おしゃべりちゃちゃという名前に変えまして、ちょっと演奏したいと思います。ではおしゃべりちゃちゃ。おしゃべりに夢中な昼下がりのマダム、グルメならお任せ、最高のおもてなし、フレンチ、中華、イタリアン、和食リエットセドラ、とびきりのシェフの腕、よりぬきのレシピで、料理とのロマンス味わいましょう。トレイアンな恋をしてアバンチュールに行きましょう。一度きりの人生楽しまなきゃね。心はエスカルゴ、心はエ
メクシー僕よいしょっと、はい、皆さんと楽しい時間も、過ごしてきましたけれども、まあね、この番組、9時55分までということで、今回珍しくね、割とちょっとこうゆったりと、実はあの曲数をちょっと減らしたんです。いつも全部できなくて、もうペースが分からなくて、今日はちょっといろいろ喋ってみましたけれども、次はこれあれですかね、水谷さん、また10月、そうですね、10月の5週目の金曜日に、その頃にはもうあの CD も発売になっておりますので、まあどれぐらい売れてるかってすごくこうまな板の上の恋でしたっけ、恋ですよねまな板の上のエスカルゴじゃなかったですねその段階ではね、またもうちょっと別の曲、実際20曲入ってますから、20曲ってすごいたくさんでしょ。それでも1曲で、ね、1分ちょっとっていうのもあるので、でも制作費は1曲ずつ一緒ですよね。ね。はい。ねデスクリムゾンなんか3曲を1曲にまとめて入れたりなんかしてね、先のメドレーなんかそうだったんですけど。それではまあ、ね、ここまでずっと、聞いてくださった皆さんに、まあ、もう1曲ね、一応僕、まあ、まだ今の段階だとさ、デスクリムゾンの、アルバムが最新アルバムということなので、デスクリムゾンからファーストボスを最後に演奏したいと思います。今日は本当にありがとうございました。イエスデスクリムゾン、メクシボク、オブリガードグラッツェ、いや、いろんな国の人が見てくれてるかなと思って、やってる。シェシェはシェシェはちょっとシェー。違う。ではファーストボス。1分20秒使ってですね何ができるかって、ね、もう1曲なんかやりましょう。もう1曲、もう1曲はね、やっぱりこれですね。赤の扉、せっかくだから